っていうところで今日は外交と内交をやっていきたいと思ってるんですけど、はい、うん、この外交的内交的、ちなみにこの本の外交内交で出てくる一番初めが、はい、うん、では皆さんレモンの搾り汁と綿棒と糸を用意して次の簡単な実験をしてください。1番、唾を4回飲み込んだ後に下の一点に綿棒の片方の端を当てて20秒間待ってください。2番目、綿棒を外した後に舌にスポイルでレモンの搾り汁を5滴落として唾を4回飲み込んでくださいと。で、3番目、先ほどと同じ舌の一点に綿棒の反対側を当てて同じように20秒間当てといてくださいと。で、最後に取り出した綿棒の中心に糸を結んでどちらか一方に傾くかどうかを調べてくださいと。で、レモンの刺激に対して強く反応すれば唾液がたくさん出るので、後から下に当てた側が重くなって綿棒のバランスが崩れますと。このレモンの刺激に反応しなければ唾液の量は変わらないはずで綿棒のバランスは保たれますと。この時綿棒のバランスが崩れれば、唾液がたくさん出ていれば、あなたは内向的、はい、バランスが崩れなければ、いや、唾液が出なかった、うん、の場合は、うん、外向的だ、うん、これはですね、ブライアント・アール・リトルさん、うん、自分の価値を最大にするハーバードの心理実験から元にしたそうです、うん、これは要は、うん、外向的な人は鈍感、刺激に対して鈍感で、うん、内向的な人は敏感である、うん、っていうことを言っていてですね、うん、今生き物は、うん、快と不快、うん、覚醒と鎮静というなんとなくの感じ、フィールですね、感じを持つように進化しました。感覚器官が快適の快を感じると中枢神経は覚醒して、その方向に筋肉を動かすように指示を送りますと。逆に不快と感じると逆の方向に体を動かそうとする。これが生き物の基本だと。この覚醒の度合いは個体ごとに一定の範囲でばらつきがあるが、脳中枢神経が快適に感じる覚醒度はほぼ決まっていますと、うん、この最適覚醒度に対してそれぞれ個体の消徳的な初期値がどのようになっているかで2タイプの反応が生じるだろうと、うん、要は刺激に対して鈍感な人は覚醒度を上げようとして強い刺激を求める人が外向的、刺激に対して敏感な人は覚醒度を下げようとして強い刺激を避けようとするのが内向的だと。で、このレモンドロップ検査では味覚に対する覚醒度を調べるが、同様に視覚、聴覚、嗅覚、触覚にも個人によって覚醒度の違いがあり、これが外向的内向的につながるのは、うん、自分の覚醒度を最適にしようとする無意識の選択や行動が他者からパートナリティイコール性格と思われるからだと、うん、いうことが書かれています。はい、はい、いろいろと準備できません、わかります僕もこれはやってません、はい、はい、ちょっとなんか感想するやないかとか、感想するなんか最初にやったやったのが、はいはいはい、とも思いながら、うん、で次に出てくるのが激辛ラーメンか図書館かっていうのがあってですね、はい、なぜ内向的か外向的かでばらつきがあるのかは、うん、それは体のエネルギーは有限であるという制約から説明できますと。外向的な個体は覚醒度を上げようとして刺激に向かって進んでいくから、食べ物やこの生食反応、生食の相手を獲得するなど目的を実現する可能性が高まるが、エネルギーの消耗も激しいと、うん、それに対して内向的な個体は強い刺激を避けようとするからエネルギーを保存できるが目的を実現する機会は少なくなるだろう、うん、身体エネルギーが無限にあるなら外向的な戦略が最強だし、うん、動かなくても食べ物がいくらでも手に入るなら内向的な戦略で事足りると、うん、しかし、まあ自然界にはそんなことがないんですよ、はいはい、うん、なので生き物は
トレードオフの状況に置かれているので、うん、この内向的外向的にするのか内向的にするのかが、うん、トレードオフジレンマに対応する、うんうん、対する適応なのだと。どっちも選択はできないって話ですよね。そうなんですよ、トレードオフ、はいはい、環境が多様で不安定だと生き延びて多くの子孫を作るための最適な戦略は一つに決まらない、うんうん、あっていうところですね何もやっとしてるとこ、うん、決まらない、決めてくれよみたいな話。そうなので、うん、そっか、ここですね、うん、シーンによって、うん、あ、そう、戦略が変わってくるっていうことですね、うんうん、外交内交の、うんうん、シーンごとで違うんだ、これはシーンごとで状況に応じて、うん、多分合わせに行くって話ですよ、人は。あ、ここだ、うん、なるほど、シーンで違うんですよ多分、うんうんうん、なので、うん、どのような環境でも一定の個体が生存、生殖、うん、生殖できるように多様なパーソナリティが生じると、うん、ただなんか強い刺激を求めるっていうのが、うん、なんか外交的なイメージだとすると、うん、はい、なんかパリピをイメージするじゃないですか、はいはいはい、クラブで遊んでるような、うんうんうん、ただそれが本当にこの人が外交的な人かっていうと、はい、それもなんて言うんだろう、戦略の一部なんですよね多分。周りの状況がそうであってそこに合わせてる、でその人が多分そこに行ってるだけで、うん、内向的な人も別にその場には行くし、うん、でその場でパートナーを得ようとしてるとか人用の花火を楽しみたいと思ってるなら、はい、うん、そうしますもんね。それは外交っぽいですけどね。ああ、そういう人を外交っぽいって言うが、うん、その人も別に52点の外交かもしれないですもんね。52点の外交かもしれない、状況に合わせてだから外交になってるんじゃないですか。そういうことですね、うん、で多分50点ぐらいの真ん中辺の人、はい、多くの人は多分どっちにも触れるんですよきっと。そうで極端に外向性指数が高くなると、はい、例えば手足の間に布を張っただけのウイングスーツで、うんうん、高所から飛び降りるとか。あ、いますねあれ僕がやるかって多分やらないですよ。僕もやらないですよ、はい、うん、金もらえるとかじゃないか。死亡率も高いような、うん、もうより強い刺激を必要と、ね、要はそれは生徳的な覚醒度が低いからで、うんうんうん、それを最適レベルに引き上げるには、うん、いやもっと自分が最適と思うのが、うんうん、ウイングスーツだとすると、うんうん、結構大変な人生ですね、はい、これは、うん、すっごい高所から自撮りしたりする人いますもんね。そう、あのぶら下がってとか。そうそう、はい、で一方強い刺激を避けるというのは内向的な人のイメージに合致する、うんうん、大きな音がする場所、うん、が苦手で、うん、図書館のような落ち着いた色調の静かな空間を好み、うん、たくさんの人が集まるパーティーはもちろん、うん、初めての人との会話でもすぐに疲れてしまうのがこのタイプだ、うん、かっこ刺激の強い匂いや料理が嫌いかもしれない、うん、内向的な人はネガティブなかっこ不快な刺激に対しても強く反応するが、うん、外向的な人はポジティブな刺激には強く反応するものの不快な刺激に対してはあまり反応しないようだ、うん、内向性は敏感、外向性は鈍感なのだ、うん、と書いてあり、はい、今なるほどと思ったのは、はい、なんかまあ場でも違うよねっていうのと、うん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 、じゃあ最後にあった、うん、ザクッと外向の人が鈍感で、うん、内向性の人が敏感、うん、っていうのも、うん、なんかその人の快不快が好みじゃないですか、うん、快不快って。好みですよ。だからそういうウィングスーツで飛んだりすると気持ちいいってなるとか、あとはなんか遺伝とか、要はその、はいはいはい、生ものが好きか嫌いかで、うんうん、刺身の匂いを快か不快かもあるわけじゃないですか。それ教育もあり、教育っていうかそういうのもあると思いますけどね。どうやって生きてきたかとか、どうやって生きてきたか、なんか本当に赤ちゃんの時から食べてるものが好きだったりするわけじゃないですかっていうので、やっぱり人それぞれ全員、はい、この同じ、うん、多分僕体調とね、はい、点数一緒ぐらいですよ多分、はいはいはい、55点ぐらい、はいはい、体調って外向が何点だと思いました自分で。自分でさっき 9と10の問題で、外に出かけるのが好きで社交的だ、うん、何点ですか。4点高い。真ん中がどちらでもないですよ、ね、3点がどちらでもないです。で、まあ、どちらでもないよりは若干寄ってるかなぐらいです。ああ、なるほど、はい、遠慮勝ちだは何点ですか。遠慮勝ちはもう4点遠慮勝ちでもある。ああ、そう、うん、
からゼロ。あれ一緒なんですよ多分。はい、一緒なんですね多分。同じ点数に見えますか、はい、っていうことですよね、はいはいはい、うん、でこれを、うん、例えば、うん、まあ違ったらごめんなさいね、はい、じゃあ僕の今の感じで違うと思ったら、うん、違うんだったら違うって言ってください、はい、16タイプとか、はい、カーシー博士で言うと、はい、うん、同じ外交的ってなると、うん、急に一緒になるんですよね、はいはいはい、僕と隊長同じ外交的なんですってって、うん、同じ枠に入れられると、うん、違うじゃんってなるんですよ、まあ、タイプは全然違うじゃんになりますよ、ね、でも同じ外交の 枠の中ですよ。でもこう16タイプとかあっちに行くとまた細かく分かれるじゃないですか、はい、あ違うところがね。そう、より外交、真ん中辺の外交とかあったじゃないですか。だと僕真ん中辺の外交ですよ。はい、より外交と、より外交と、はいはい、何々のタイプはこの辺みたいなのも分けられてましたね、はいはい、というところがあってですね、はい、でまあ、あとは、まあ、基本やっぱり書いてあるのが性格はベルカーブになるよっていう、はい、ところが出てきて、うん、あとまあこの流れで出てくるのが心拍数が低いと犯罪者になるっていうのがあってですね、うんうんうん、犯罪心理学者の間では以前から反社会的な人間は心拍数が低いというふうにされていて、うんうん、はい、まあ、これは動物も一緒で、攻撃的で支配的なウサギはおとなしく従属的なウサギに比べ安定時の心拍数が低いとされています、人間でも反社会的な学生は安静時心拍数やストレス時の心拍数が低いとか、幼少時に調べた心拍数が成人後の反社会的行動に結びつくなどの研究があります。心拍数が低いとなぜ攻撃的になったり反社会的な行動をするようになるのかという謎についての有力の説明が、人には最適な心拍数のレベルがあるとされていて、心拍数が正徳的に低いと常に何らかの不快感を抱えていて、それを無意識に引き上げようとする。で、犯罪はリスクが伴うからドキドキする。で、その時の心拍数の上昇が快感になる。はいはいはい、よくなんかスリもそうですよね、うんうん、別に盗みたくなかったけど、万引きとかも、万引きとかそうですよね、うん、スリル、あ、スリじゃなくてごめんなさい、万引きがそうですよね、はいはい、で、それを仮説を検証したのが、はい、モーリシャス、うんうん、インド洋に浮かぶ130万人の島で行われた実験で、うん、このプロジェクトでは3歳の、同齢の集団の心拍数を刺激の追求度、おもちゃのある部屋で母親から離れないか、うん、何のためらいもなくおもちゃで遊ぶかが調べられたよ、はい、うん、で、その経過が20年を調べました、うんうんうん、で、3歳時点で心拍数が低く、うん、刺激追求度が高かった子供は11歳になった時に喧嘩をする、人を殴る、人を脅すなどの攻撃性が高かったが、これは心拍数が低い子供がみんな飛行に走るということではない と、うんうん、活発だみたいな、ね、この研究で最も心拍数が低く最高レベルの刺激追求度を示した男の子は、うん、成人すると、うん、まあ、盗みとかやって、うん、人生は快楽と興奮を求めるゲームだ、うんうん、と述べたらしいんですが、うん、同じように刺激が高かった女の子は、うんうん、何でもやってみよう、世界を探検しよう、みんなの前に積極的に出ようと考えて、うん、ミス・モーリシャスになったよと、はいはいはい、なんでここから分かるのは、覚醒度や心拍数が低い外向型はリスク思考型で、うんうん、覚醒度や心拍数が高い内向型はリスク回避型、はい、ということだと、うん、ただこの外向型だとじゃあ成功するのかっていうのは、うんうん、サバイバルバイアスだよと、はいはい、外向的か内向的かは刺激への覚醒度の違いで、それがリスクへの指向性に結びつきますと、うん、なのでその内向型がじゃあ成功しないのかっていうとそうでもなくて、はい、うん、アメリカの人種別年収分布を見ると、うんうん、内向的とされるアジア系が、うん、8万7千ドル、うん、約900万円、うん、で全米平均はもちろん
白人の6万9千ドル、うん、約670万を 30% 以上もこの年収分布で上回っていると、うんうんうん、なのでそのリスクを回避する人の方が年収では高いっていう結果も出ていますっていうのが、ハイリスクハイリターンな感じがしますよね、外交も。だから成功する人はドーンと成功するけど、失敗する人はドーンと失敗するから、はいはいはい、平均値はそう高いわけ、こっちとこっちに多いみたいな、はい、そんな感じはありますよ、ね、で平均取ると真ん中になるって、でこっちの慎重派の人はコツコツ積み上げていくから平均値が上がるみたいな、はい、っていうことが書かれておる、はい、うん、あとはまたあの全然よろしくないんですけど、はい、同性愛者に対して、はいはいはい、これはもう今じゃ絶対倫理的に行われないような実験、はいはいはい、要は、女性の裸を、うん、同性愛者に女性の裸を見た時に興奮するような刺激をあえて電気で脳に与えて、女性と性行為をさせて、はい、それが続くかっていう実験をした結果みたいな興味深いのがあったりするので、すごいですね、興味がある方はぜひスピリチュアルズお読みください、はい